はい、それでは引き続きメンバー限定ライブよろしくお願いします。はい、お願いします。では視聴者チャット対話コーナー、おー、はい、視聴者さんからの質問を受け付けます。ピックアップして長尾さん、吉田さん、坂木さん、小野寺さんが回答します。チャット投稿お待ちしてます。ただし全てのチャット質問にはお答えできますのでご了承ください。チャット質問は質問ですと最初に入れてもらえると分かりやすくて助かります。よろしくお願いします。で、皆さんから質問をお待ちしている間にですね、長尾さんから統一地方選の見通しということで奈良知事選の話を伺いたいと思います。15番スタッフさん、坂木さんお願いします。はい、15番ですね。はい、長尾さんツイートです。自民維新の勢い警戒、統一選前半戦補選に波及もという記事を紹介し、自民維新の勢い警戒、統一選前半戦補選に波及も三つどもえの戦いを繰り広げる。週末に一部報道機関の情勢調査で維新一歩先行と伝えられ、自民党内では勢いをつけると危険だと、三つどもえの原因は排除せよ、何をすればよいか当事者が分かっているはずですと書いてあるんですけども、これはどういうことなんですか。これは皮肉ですね。皮肉ぜひ長尾さん、はい、ご解説お願いします。いや、まあ要はね、候補者ご本人、つまり荒井現職知事もね、自分は本当は出る気はなかったんだけど東京に言われたから出てるっていう、そういう話なんですよ。つまり、あ、なるほどね。それで保守が分裂すれば、まあ漁夫の利を得るのは維新の候補者で、これすなわち高市奈良県連会長のプレゼンスが下がるってことになるわけですよ。だからそこに奈良県のため、奈良県民のためというような概念はなくてですね、まあつまり奈良県知事選挙やなんかでも場外乱闘の末選挙戦に突入したっていう、場外乱闘っていう言葉を応援弁士結構たくさん使われるんですね。つまりは、まあ、奈良県連としては平木候補一本化で推薦の申請を党本部に出したけれども、党本部がそれに呼応しなかった、追認をしなかった。でそして東京という言い方を荒井候補はされてらっしゃいますけれども、東京から言われたので荒井候補は自分は立候補したというようなこと。まあ、高市潰しという側面もまたあり、また山口則之さんはそれだけじゃないよと、もっと奥に深い闇があるよというようなことを指摘される方もいらっしゃるし、まあ場合によっちゃもっと幅広く話をすると、どうも党本部の一部は維新と握ってんじゃないかと、奈良県は維新にくれてやるからどこどこはこっちに起こせとかね、あるいは大阪のこの統一自治体選挙の前半戦、おそらくね、とんでもない結果で多分終わると思います。どうとんでもないのかっていうのはまたご想像にお任せいたしますけれども、まあ、まるでね、維新が自民党を席巻する、自民党の島をですね、まるまる維新にとって変わってしまったとしても、それはそれで、まあ、別にええんちゃうというような勢力が党本部の中にも、全てとは言いませんけれどもあるんじゃないかなと。そんな中で奈良県知事選挙っていうのは本当に、そういった自民毛領の、まあ、勢力争いの、ね、象徴的な選挙区になってしまっているので、ただ僕ら応援する側としてはやはり王道を、ね、やって一票でも多く勝ち取って新しい知事を誕生させたいなと、まあ、そんな思いでいっぱいであるということであります。なるほど、ありがとうございます。皆さんに伺う前に長尾さん一言質問させていただきたいんですが、はい、今日平木候補の応援演説に高市さんも入られていて、で長尾さんもそこに行かれてたというふうに伺っているんですが、はい、現場とかどういう雰囲気だったとか、あと高市さんがどんな話とかされてたとか教えていただけますでしょうか。ね、実は私は王寺町の現場に行ったんですけど、その後また大阪に応援があったんで、その一箇所だけだったんですが、高市さん春の嵐でね、天候不順で飛行機が30分遅れちゃって、僕の演説やってる会場には高橋さん来れなかったんですね。ただですね、広熊チャンネルさんで、奈良の柏原で高市大臣が
どんな話をされたか、たった10分間のためにですね、東京から戻って来られましたんで、まあ他のチャンネルではありますが、ひろくまチャンネルさんで、高橋さんの演説を聞いていただければと思ってます。僕は聞いてません。はい、はい、ありがとうございます。では小野寺さん、お願いします。今の奈良の件ですね。そうですね。いやもう本当に自民党が情けないっていうか、本当だったらちゃんと一本化して、まあ、勝てる選挙をみすみす自分たちの身内が変なことして、結局保守層自民票が割れて、まあ、その何ですか、維新が勝つみたいな話を聞くとですね、本当にこの党はその地域の人たちのことを考えているのかなというふうにですね思ってしまって、通り通略で動いて、まあ、そこにいる住民なんかどうでもいいんだみたいなのは、本当に政治 の、まあ、その基礎もできてないっていうか、政治やる資格ないっていうかですね、本当に情けないっていうふうに思いますし、こういう政党でない政党にですね、早く生まれ変わるように、まあね、有権者も本当にこれけしからんというふうに言い続けなきゃいけないですし、そういうことをしっかり反対するような議員をやっぱり我々が選んでいかなきゃいけないんだなと思いますよね。一個余計なことを付け加えさせてもらうと、実は平木候補を全然やってない人がですね、マイク握って平木さん応援よろしくお願いしますってシャーシャーと言える、この面の厚さ、それもひどいね、完全に平木さんとは違う人間をやっているんですけれども、まあね、本当にこういうその身内に敵がいるっていうのはやっぱしんどいですね、選挙は、こういう選挙は。でも絶対勝ちたいです。本当頑張ってほしい。なんて私は大阪府民なのにね、大阪府知事選挙があんなメンバーだから、もう私は早々にもう離脱しますっていうことを言ってあって、まあ、別に自民党どこの候補者も推薦を出してないのでね、私は奈良県知事選挙に逃げているというか、まあ、私の地元っていうのは奈良とのちょっと県境なんでね、奈良の人たちの行きが多いんで、我が身のことのようにこの知事選挙をやらせていただいてます。ありがとうございます。佐々木さん、お願いします。はい、いやもう自民党政治も末期的だなと思いますね。自民党の人間が自民党の足を引っ張るっていうふうなことが起きてるということが起きてるわけです。で今回奈良県知事選だけではなくって、もうこれまでもたくさんそういうの見てきましたけれども、今回のこの奈良県知事選の構図っても非常に分かりやすいと思うんですよね、誰が見ても。なおかつやっぱりですね、私が思うのは、もちろんその裏には何かお金の約束とかがあるはずです。これから万博も IR もあるし、でちょっと外れて横丁だし奈良だったらね、だから何かそこで得るものがあるんじゃないかなっていうふうに想像してしまいますよね。なんかそういう政治ってもっとクリーンで、それこそ本当にやっぱり市民国民のことを考えてほしいですよ、本当は。でもそうじゃないところで動いてる人がいかに偉い人に多いかっていうことですよ。もうね、これはやっぱりなんかね、政治を変える新しいムーブが起きるしかないと思います。私もう自民党に任せていてはこの国は終わってしまうと思いますけれど、すいません、長尾さんの前で自民党のことを悪く言いましたけれど、是々非ですよね。そうですね、本当に是々非々です。だから新しい動きが出てきて、新しい勢力が出てきたら、もうそれはそれで大歓迎だと思います、それが良いものであれば、はい、ありがとうございます。吉田さん、お願いします。そうですね、自民党は保守と利権屋の合成政党って僕よくこう評するんですよ、でこの利権屋の人たちは実は維新の人たちとあんまり政策の違いがないんですね。だから維新が勝っても自分たちのってあんまりそのダメージだと思ってないんじゃないかなっていう節もあるわけですよ。日本を移民国家にしたいとかですね、参政権を外国人にまあ認めてあげようとかいう人たちがね、まあそんなことホームページに書いてる人が幹事長やってたりですね、自民党もちょっとおかしな部分がいっぱいある政党で、だからやっぱり自民党、僕はね、数を作んなきゃ仕事ができないっていうのはよくわかりますけど、
その数で変なことするぐらいだったら分裂してくれというふうには思いますね。本当に政界の再編というのをもう一回やってほしいなというふうに思います。まあ、その分裂ってことに関して言うとね、やっぱり母屋はこちらだという意識をそれぞれが、持っているうちは分裂はないと思うんですね。少なくとも僕らは今までずっと主流派で来たけども、安倍元総理が亡くなられて、非主流派になっちゃったと。出ていくのは僕らじゃなくて向こう側だと。いつか母屋を取り返してやると。まあ、そういう思いなので分裂は多分ないと思います。なるほど。なるほど。はい、ありがとうございます。ここで質問いただきました。質問の前に柏本さんスパチャ2ついただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。ちょっとだけメッセージ読ませていただきました。長さん、せっかくお誘いいただきましたが都合がつかず申し訳ありませんというようなメッセージ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。素晴らしい。で、質問をいただいております。サラサクラヒラヒラさんです。いつもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。4人に質問です。来年アメリカが共和党に変わったら日本はどう変わると思いますか？経済の方も教えてくださいというふうな質問です。この件ではアメリカに取られた小野寺さんからお願いします。わかりません。わかりませんけれども、ただ共和党になるっていうことは、僕はまあトランプさんになるのか誰になるのかは置いといても、実際には僕は日本にとってはプラスになるというふうには思っています。実際にね、まあ安倍さんが提唱した、まあ、開かれたインド太平洋構想という中で、まあ、これからアメリカとしっかり連携していきながら多くの国々を巻き込んで、日本というものがどういう国になるのかということを考えたときには、やはり今、勝っていただくっていうのが、まあ、一番日本にとってはいい道なのかなというふうに思ってますんで、まあ、そうなれば日本ももっとしっかりとした姿勢を打ち出しながらアメリカとも連携してですね、まあ、この国をしっかりとした国にしていけるのではないかという希望はあります。はい、ありがとうございます。長尾さん、いかがでしょうか？まあ、同感です。日本にとっては共和党政権の方が都合がいいと思います。まあ、民主党政権であれ共和党政権であれ、日本がしんどい思いに立たされることは間違いないと思いますけども、民主党政権に比べれば共和党政権に苦しみながらも追随していくこと、まあ、それは不本意ながらですけれども、いい結果になるんじゃないかなと思いますね。はい、ありがとうございます。佐々木さん、お願いします。はい、私も先生方がおっしゃる通りだなと思います。まあ、できればトランプさんにも一緒になっていただきたいなと思いますけど、何しろトランプさんビジネスマンなので、すごく経済もねとっても上手にされる方なの で日本はそのアメリカの影響をダイレクトに受けますから、やっぱりトランプさんみたいなビジネスがよく分かっている方に経済をもう一回盛り上げてもらいたいなと思います。はい、ありがとうございます。吉田さん、お願いします。そうですね、今 その民主党政権に比べてもうちょっと懐に入っていかないと苦しくなるんだろうなと思いますね。安全保障面では共和党のアメリカというのは強い日本、ストロングジャパンをどちらかというと支持してくれるので、安全保障面では日本がちゃんとこうすればですね、日本はこの自国の安全性を高める努力を共和党のアメリカの方がですね、まあ、応援してくれる、状況であります。でただ経済面では共和党のアメリカの方がちょっとよりその孤立主義的な部分があるので、日本が本当にアメリカの味方ですよということをしっかりと発信しないと、味方扱いしないでですね、まあ、第三者扱いされると、まあ、日本も実は厳しいことになるだろうと思います。で、共和党のアメリカと、まあの心配なのはロシア・ウクライナ戦争にですね、ちょっとこう距離を置き出すと、それはアメリカ自身は分かんなくてもですね、回り回って、まあ日米欧、関係各国にね、中ロの、まあ、同盟をに利するようなことになってしまうので、まあ、日本は強い連帯を持つ同盟国として、アメリカがそういう、まあ、悪い孤立主義にいかないように、ね、働きかけることが、共和党のアメリカになったら日本の大事なそのまあ自分を守るためにも重要な外交努力になると思います。はい、ありがとうございます。スパチャいただいております。兄吉さん、上原さん、スパチャいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。
それでは時間がもう間もなくなんですが、最後もう一度奈良県知事選のことで、これちょっと長尾さんに伺いたいなということがありまして、はい、はい、16番榊さんお願いできますでしょうか。はい、奈良県知事選期日前投票前回比 60% 以上増加、 NHK の記事です。今月9日に投票が行われる奈良県知事選挙で、4日までに期日前投票を済ませた有権者は8万1000人余りで、前回の同じ時期に比べて 60% 以上増えています。県選挙管理委員会は利用者が増えた理由について、期日前投票の制度が有権者に定着していることや、投票所がショッピングセンターなど利用しやすい場所に設置されたことが考えられる、また選挙の注目度の高さも伺えるのではないかと話していましたということです。はい、ありがとうございます。皆さん選挙に関わっておられる方ばかりですので、なんかこれ一瞬これ見たときに嫌な予感がしてしまったんですけど、これは考えすぎですかね、長尾さん。嫌な予感というのは例えば、なんか工作が入ってあ、そういうことかっていうのはないのかな。あのね、奈良県のその選挙管理委員会って結構利便性のいいところに期日前、投票所だとか、さっきの記事にあったように、これは事実ですね。あとね、大阪だと期日前投票をやっている場所から500メーターぐらい遠くないと、集会をやっちゃいけないとかいうような規定があるんですよ。だけど今日王子行った時でも、その建物の同じ場所で期日前投票をやってるんで、はい、じゃあ皆さんこの後すぐすぐ横に投票所がありますから行ってくださいとか、そういうこと平気で言ってるんですよ。大阪ではちょっと、大阪じゃ考えられないですよ。大阪だとそういうことが言えないように遠いところでやるって言って、奈良県はすごいな、投票しやすい環境をなんか作ってるような感じがしますね。はい、ということは、なんかこう長尾さんの選挙の時にいろいろあったっていう話もあるじゃないですか。そういう某勢力のっていうことはないですかね。いや、それはまあ全国的にあるんでしょうけど、奈良県はいろんな工夫をしてますよね。これびっくりしました。多分これは都道府県によって多分違うと思います。なるほど、はい、わかりました。ありがとうございます。ちょっと考えすぎでした。すみません。いやいや、まあ、そういうことも考えておいた方がいいと思いますよ。はい、わかりました。ありがとうございます。というわけで、時間が来てしまいました。最後、長尾さん、はい、一言締めていただければと思います。はい、ありがとうございます。まあ、選挙でありとあらゆることが決まりますから、法律、政令、省令、条例、あるいはいろんな運用なんかもね、ですからそういう点では、本当、心を一にできる価値観を持った議員同士でやりたいんですけど、こんなやつなんで議会に送ってくんだよみたいな、そんな結果を有権者の皆さん出さないようにしていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。というわけで、今日の長尾たかしフライデーライブ終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、こちらもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。おやすみなさい。ありがとうございました。